皆さんこんにちは、えー、2017年ここが出た満館本試験解答速報を始めていきます、えー、私カメラが担当するのは実務会計設備系ですね、えー、よろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんお疲れ様でした、えー、で全体のところなんですけれどもまあ例年通りという感じでしょうかねで、えー、法律系に関してはまあ 個数問題がちょっと処分になったかというところなんですね。で、えー、私が担当する実務会計設備系は、えー、本当にもう例年通りということで、えー、簡単な問題は簡単で難しいものはどうあがいても取れないっていうような両極端でした。 で担当しますその実務に関してなんですけれども標準委託契約書がですね、まあ、出てきたというところがまあ一つだけ特徴でしょうかね、まあ、ただしこれは合否影響ないでしょうね多少そこを聞くかっていうところとそれからまあ嫌な引っ掛けだったのでね結局勉強しなくてもしてもっていうところがあって。 えー、差が出なかかったかとは思いますで具体的にですね、えー、建築設備系の法令が問いの20番から25番ほぼここも定位置ですねでここの、えー、5問6問ですかね1問も落とせななかったような感じはありますね、はいえー、建築基準法都市計画法水道法消防法と、まあ、並んでいくところなんですがほぼほぼ落としと致命傷でしょうかね過去問うんほぼほぼ通りだったのでっていうところですね。はいえー、で会計 えー、さらに落とせません、えー、計算処理の方も仕分けも、まあ、こちらも落とせなかったでしょうかねで、えー、と問いの36番から45番までのいわゆるもう純伝たる設備がですね、えー、その中でそうですね問いの37のです、ね、維持保全の問題とそれから問いの41番ガラスなどを踏まえたね、えー、いわゆる環境の問題ですよねそして、えー、42のですね省エネ 問いの45の清掃保全まあこういったところは出題がほとんどされてないところだし少し突っ込んで専門的なところなのでまあこの4問に関しては落としていいかななんですけれども他が逆に言うと落とせないってね、両極端でした。そうするとまあえと問いの20番から25番までの6問そして会計の3435そして36から続く、まあ、その中でも えー、7割8割は取れているところですねそうすると全体としては点数は上がっていくというのが、まあ、傾向ではありました。特徴的な問題ね何問か取り上げるところなんですけれどもねはい。 あ失礼しました設備系の法令見ていきましょうかね問いの20番から25番までですね、えー、お手元にですね現物がないので申し訳ございませんけれどもまあ、キーワード込みで伝えていきますのでお手元のにね、えー、今日やった試験があったらですね見ていただければと思います問い20なんですが都市計画法でしたまあ、ほぼほぼこの都市計画法と建築基準法が並びで出てくるところなんですが問いの20番ですね えー、出題項目として、えーまあ、多いあのいわゆる地域地区ねでその中でも今回、えー、補助的地域地区ですねあの用途地域を補うものが出ましたねで、えー、ポイントとすると足の一番に引っかかるか引っかからなかったかだけでしたね、えー、特定用途制限地域というのが足の一番で出てきました実を言うともう数年前になりますかねこれは用途地域の外ですよっていうことで制度出来上がった頃で出題されて 正解率がボロボロだったとですねそこをちゃんとやってるかだけだったでしょうかねそうすると足の位置の,その、えー、特定用途制限地域そして高度利用地区とあるのに高度と入れ替えた定義が足の3番でしたで足の4番まあ、純電たる用途地域ね、準都市計画区域で定められるかまあも,もちろん定められるということで 1>, 1。3。4と消去でも2が残しっていうので、これ絶対間違えることができない問題でしたね。はい、建築基準法はもう逆にピンポイントですね。問いの21番、えー、共同住宅10個に関しては、その部屋の中に関しては非常用の照明装置いりませんでしたね。はい、もうそれだけですので。 えー、ここは間違えるわけにいかないというよりも間違えると致命傷ですねですからうーん、まあ、都市計画表や建築基準法範囲が広いんですけれども、まあ、最低限過去問でズバズバって出てきたところはやっておかなければいけませんでしたね。はい、えー、問いの22番水道法ですね、えー、やや解きにくかったかもしれませんけれどもここは全体像ですね。 貯水槽水道の中には十立方を超えるいわゆる簡易専用水道とそして小規模貯水槽水道ねこれがありましたで小規模貯水槽水道というのが、えー、いわゆる法規制じゃなくて条例規制だっていうところが気がつけばですね、うん、全ての貯水槽水道の設置者うんぬん間のこれ違うだろうっていうのでもうこれもほぼほぼピンポイントで答えれるところでしたね。はい、消防法、はいえー、これも 間違えると致命傷ですかね、えー、消防用設備の点検なんですがこれはまあ危機点検や総合点検ありまして中な,なんですが報告は確か3年に1回ででしたねねそうです、ねえー、ちょっと簡単すぎて怖いぐらいでしたがね、まあ、そのところですの、ね、で、まあ法令系えー、設備系法令というわけではないんですがね、えー、これに関しては、えー、っと問いの24番ですねはい問いの24番あのいわゆる防犯上の明るさですね。 で玄関というキーワード人がよくすれ違うところは50ルクスですはいもう単純に、えー、この数字の違いだけでしたのでねあの問いの、えー、失礼しましたねですので問いの20番から24番まで設備系の法令に関してはその24番までの5問はこれもう絶対落とせないっていう感じでしたですね。はいで、えー、しばらく、えー、そうですね標準管理規約などの問題があってやっぱり例によってえー 問いの三十四番単十五番で会計でしたね。で、トイノ三十四番は四番はもう純電たる仕分けですね。で、このマンション管理士はあのいわゆる、えー、通常の仕分けっていうんですかね。あのひねりのない仕分けっていうのが出てなかったんですが、ここ数年このひねりのない仕分けっていうのが続いてますよね。えー、とトイノよ三十四番は単純にもう管理費が入ってきたという仕分けなんですが、発生主義で、えー、要は その当月じゃないもの当月までに入金されてなかったもの要は滞納になっていたものを未就金として計上するということと翌月以降のものを前受金と計上するということねあのまあ官業から流れ,てき流れてきたという表現失礼官業からね入ってきたというパターンであればもう絶対間違えないところなんですが比較的あの こういうい基本の基本の仕分けっていうのをねないがしろにしてたらちょっと怖いところでしたかね。はい、で35番の計算書類の、まあ、いわゆる収支報告書の、ね、見方なんですがこれもほぼ仕分けの問題でしたね。えー はい、先ほどやったようにですね、管理費に関しては確か、えー、前月までにですね、あの徴収しきれなかったものは未就金としてあげますそして翌月翌日以降のものはですね、管理費でもこれはもう単純に前受け金とするので管理費滞納とかそれから管理費を事前にもらってたっていうものはですね、あのー、管理費として、えー、まあ 計上しないものですのででですの管理費、えーまあ、次年度分をもらってたとしてもこれは計算書類上はこれは、えー、管理費に変動がありませんのでね、えー、その点が分かっていればこれもピンポイントでですね足の1番と2番と3番多少惑わす足だったんですけれども前、えー、払いしたところで、まあ、管理入はこれはね変動はないというところで、まあ、これも一発回答。まあ 何度も何度もこの点についてはね出題されるとされているところなのでまあここはここもですね間違えるわけにいかなかったでしょうね。はい、です。で、後半の設備ですね順、えー、年たる設備の問題なんですが問いの36番からですね えー、45万までなんですけれどもここの10問のうち先ほど冒頭に言ったように4問はこれきついでしょうですのでまあ、理想を言えばその、えー、っとこれはきついかなという問題の1問をまあ、転がして当ててもらって、えー、残りの6問ほぼ過去問からが多かったですね例えばですねそうですね今回見た中でですね、えー、問いの40 36番なんかの、えー 調査方法ですよねあの要は調査機器なんかの組み合わせなんですけれども、えー、クラックスケール、えー、これ確か、はいえー、ひび割れをこれもうちろん見るものなんですけれどもひび割れの幅ですよねあのそのクラックスケールそのものが想定できればこれ深さなんか測れるわけないってこれ何年ぶりですかねこの引っ掛けの仕方まあ引っ掛けの仕方も過去あった通りなんですがえー、っとまあ囲もやっていれば、まあ、これは、えー、落とす。 はずがない問題でしたねはいで、えー、そういったところを踏まえて、まあ、最後のね正解詞になってるのはチョーキング、まあ、これもあの塗装に関するまあ劣化ということを考えるとですねあそらテープで、えー、これは取ったらそれはある程度調査できるはずだろうなっていうのでこれも小123切ってね証拠で消去法で解ける問題でした。はいで 他で過去問で解けるとなるとな問いの39番もそうですねあのいわゆる長期修電計画のガイドラインなんですけれども修、えー、電積み立て金の額がどうなるかっていうことなんですけれども15階未満のねマンションだったらやはり、えー、特殊なところが出てきませんのでこれが超高層マンションになりますと特殊な部分出てくるんですがそこまでいかなかった場合はですね、えー、床面積が広ければそれ分あの分かち合えるのでえー その床面積が大きくなれば高くなるわけがないですよね。はい、で、えー、それでもこれでピンポイントで回答はできたところでですね他ではそうですね。 問いの40番なんかもです、ね、コンクリートの鉄筋コンクリートの問題なんですが、えー、結果的に言うとその鉄筋コンクリートは通常はですね現場において片枠作ってそこで流し込むんですがいわゆるプレキャストコンクリートなんですかね、えー、と外で作って持ってきたりする工法もあるということさえ押,し押さえておけば回答は非常に容易で足の3番が適切ではないと回答できたはずです。 えー、それから問いの43番ですね思いっきり囲むんですかね確かこれ2010年だったと思うんですがねえー、っとまるまる出てきたのがいわゆるさやかんヘッダー工法ってあのー、まあ 新しく作るときもそうですし、これがあの更新するときもそうなんですが、多少可動性のあるものでしたね。で柔らかいものっていうので、えー、作るっていうことさえ分かっておけば、もうこれ最悪にヘッダー方式でこの言葉が出てきたら誤りですよね。水道用の硬質硬いね、硬いもので出てきたら最悪じゃないだろうっていうだけでしたが、まあ、ここの点で誤っておりますんで、これひっかけの、えー、持ってき方もですね。 確か、えー「硬質塩化ビニール」っていうので、えー、その2010年も誤りで正解ででしたで今回もですね同じように硬質の塩化ビニールっていうことで、えー、正解です。でさらに今年の問題はですね塩化,ビニール、えー、塩化ビニールの交換要は鉄の管って書いてある鉄の管で再管できないでしょうっていうところからもね非常にヒントとしても大きく書いてあったので。 ここね過去問やってるかどうかっていうのでまあ勝負つくんですがあの過去問やる時にですね、えー、とそのままそっくりその覚えるっていうんじゃなくて結局サヤカンヘッダーってどういう構造かってその中で抑えておかなきゃね応用が効かなかったっていう部分はありますがね、えー、しっかりやってれば絶対取れる問題でした。というのであのどちらかというとですねあの 何年かやってたりあれはあと1.2点で落ちてしまう方っていうのが過去問題いがしにする人多いんですけれども、まあ、今回はないがしろにしてたら絶対1.2点届かないっていう感じになるんじゃないでしょうかねあの設備それから建築の問題に関しても、まあ、過去もまあ逆に言うとあの範囲から外れる問題がどうしても3問4問入ってきます今年もそうでした。 えー、そこを追いかけるんじゃなくて、えー、やっぱり出てきた過去問をいかに落とさないかですね、まあ、そこに徹するという意味では今年も例年通りね対策としても例年通りやっとけば、えー、と合格ラインには乗る、えーまあ、試験内容ではありましたかね。その やっても取れない問題、どうしても四問五問出てくる。そこに対しては、多少文句言いたいところなんですが。まあ、目標がですね、合格というところになりますと。そこをいかに追いかけずに、過去問をしっかりやるか。まあ、そこしかなかったでしょうかね。はい。ええー、その辺りでしょうかね。まあ、特徴的なものとしては、もう一問二問あげると、問いの四十四番。若干難しいような気はするんですが。ほぼこれも過去問でしょうかね。問いの四。 44番はまあ、設備そのものの問題で正解としては、えー、トラップの問題でしたね。で、台所につける、えー、トラップとしてはもう単純なワントラップなので逆ワンじゃないですね。逆ワンの方はあのまあ、浴槽とか。まあそちらの方になりますので、まあ、その点で誤りなんですが、あの過去問やっておけば1-2と4で。 こちらが正しいので、まあ、3番どっか違ってるんだなっていうふうに、そこからも推測できますし、えー、もうコテコテでしたね、足の1番や2番ね、えー。受水槽の有効容量ですけれども、1日に使う使用量の2分の1ですよね。何の疑いもありません。だから消防設備の中でやたら出てくる屋内消火栓設備ですね。これ1号と2号があって、基本1号に関しては、えー、これは2人で、 2号に関しては1人でですねで2号はその分小さいんですがまあ広範囲になっても1人で使えるっていうことは変わりませんということで、まあ、これもかほぼ過去問通りでしたで地震時のエレベーターの問題の足の4番も、まあ、これも勝ってね出てきたところですので、まあ、ここをいかに、えー、正しいとして4番を残して誤りとするね、まあ、これも、まあ、ちょっと消去法に近いところでしたがねええー やっておけば間違いなかったところでした。はいですね。でその他としては、えー、っと過去問ではきつかったんですが、そういうところで何問かあの。 僕がよく言うんですが、えー、この建築設備の問題はまずは過去問題取れる問題を取っといてそして手がつかなかったらあとは、えー、こうですね経験則なり常識いやこれ明らかかかにおかしいいだろうというと問問題も何問か出てくるんですね例えばです、はいえー、戻りますけれどもね問いの38番なんか正解詞だけですいません、えー、今回楽だったのが多くの問題ほとんどじゃないでしょうかね。まあ、例年そうなんですが 適切ではないものの誤っっているものを探せばっかりなんですよ、えー、そうですねもうほとんどが誤り探しなんで4つの足の中で1個だけおかしいまあ,あのちょっと手がつかないようなね今回あのいわゆる防水の問題が出てきましたかね、えー、そういったもの,あの、まあ、外壁の補修なんか出てきたんですがその時にですね問いの38番ですね、えー、何の問題か何を聞いているかはよく分かりませんけれどもあの そののひび割れ部分についての補修でですね樹脂を行き渡らせるためにできるだけ高圧でってそんなもん村が出るに決まってて高圧でやるわけがないだろうと瞬時に判断できるような問題もありましたからねまあこの辺がまあ順番的に過去問で取れる問題知識でいける問題え必ずまあ10あの設備系法令も踏まえると15問のうち半分はありますのでそのほかですねえーほぼほぼ ここれはおかしいいだろろううと,いうところででけるはずですそうすると、まあ、なんだかんだ言いつつ15問の設備刑法令も踏まえた設備の問題でも十、うん、10問近くはねいくところでした。で、えー、もう一つ、まあ、担当の範囲で言うと会計やっぱり優しいですね。えー、満貫もほぼこういう形になってしまいきましたのであの、まあ、ここから先のね感じとしてはこの傾向は続くかとは思いますですね。えー やっぱり誰もが間違えずに取れる問題を自分も間違えずに取るで誰もが間違えて、えー、落とす問題はみんなに合わせて落とす決、ね、し,して木をてらったりそれから決して自分だけ抜けがけしてここの部分だけ勉強するというと逆に失敗しますのでねそれが、まあ、如実に現れた今年の問題でした。 っていうところですね。はい。それでは、えー、2017年のねマンション管理士の本試験の、えー、解説、えー、速報ですが、あ担当が、えー、会計実務設備でした。はい。以上亀田が担当しました。お疲れ様でした。